水谷神社は、兵庫県矢部市奥米地に鎮座する神社。三谷神社とも通称される。奥明治集落の北西部、三段に分かたれた、境内地の最上段に東表して鎮座する。式内名神大社で、旧社格は孫社。天寺鋼大臣を祀るとされるが、水谷は水水水で水人とする説。水谷は三谷と読み、お谷の意であるとする説。 捕食人とする説、等もある。創始年代等不明。捕食人が人々に稲をはじめとする五国の栽培法を教えたため、地名を米地と称し、同神を祀ったものとの説がある。演技式神明帳に、名神大社として記載される古社で、当初は、現鎮地の南方、北米地と中米地の境界を成す谷を水谷と言い,い、その谷奥にかかる滝の、 さらに上部に鎮座していたという。田島国の水谷神社は、公安8年の田島国を多分に、水谷社、下限4年の秋吉門院領目録案に、水谷大社等と見えるが、これは今の養父神社のことと解かれ、何時の頃からか養父神社に合詞されて、養父水谷大名人と合されたために混同されたものと返され、 また奥米地にはなお二日玉を祀る神社が残されていたので、後にそこへ再度分祀されたものとも推定されている。その後大嵐によって社殿が流出、その社殿が流れ着いた米地川沿いの平地において放災されることとなったが、宝永7年に現在地へ先座されたという、明治6年10月に孫社に列せられた。霊祭は元九月9日に行われ、 その後10月17日となり、同月の23日内市は24日へと、変遷を重ね、現在は10月体育の日に行われる。境内者タワ神社の秋祭りも兼ね、霊祭後にホイアラ踊りと熱ッ都合、子供相撲の奉納が行われる。本殿における霊祭に引き続いて奉納される。笹踊りとも呼ばれ、タワ神社前で合わせにへこびを締め、腰に手拭いと、 煙草入りを下げて、下駄を吐き、長さ3メートルほどの篠岳を手にした12人の男性によって踊られる。はじめに踊り手側になって並び、下駄を脱いでその上に立つ。ついで篠岳の下で地面を打ちつつ、よい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 と掛け声をかけながら、下駄の上を移動し、左回りに三周して、自分の下駄が置かれた位置に戻るが、その間一人でも下駄を踏み外せば、 はじめからやり直す。ついで下駄を履き、輪の中央を向いて竹を左手に取り右手で、腰の手ぬぐいの有無を確認し、竹を右手に持ち替えて、左手で煙草入りを確認。異常なければ、両手で竹の元と末を取りたわめて、輪にし、や、や、やの掛け声に合わせて三度地面を打つ。最後に、タワ神社の神前に竹を奉納して、踊りを終え、熱定相撲へ移る。 なお、この踊りは、旧洋府長下では、唯一の神事踊りであった。まず上下姿に、素足で刀を手にした、成人男子二人が、袴の桃立ちを取り刀を、水谷神社本殿前へ捧げて拝礼し、拝礼五冠主から刀を受け取って、石段を境内中段へ振る。中段では片絹を脱ぎ、それで刀を巻いて、両手で捧げ持ち。 降りてきた石段へ向かって三歩両足飛びをし、刀を石段へ置き右手で刀を押さえ左手で腰を、撫でる。ついで、左右手を入れ替えて、同じ所作をし、最後に再度右手で刀を押さえ左手で腰を撫で、三歩、下がって、中段中央でお互いに向き合う。中段広場には、土俵が作られることもないが、軽く一礼をした後に相撲と同じ仕切りの姿勢をとり、 以下のように進行する。良い、良い、良いの掛け声で左右左と思考を踏み、良いと声をかけて、右足を左前に踏み出しながら、右手を拳に握って突き出す同様に思考を踏み、良いと声をかけて、左右逆の所作をする同様に思考を踏み、左手で相手の首を抱き右手は腰に当てて、良い、良い、良いの掛け声で跳躍しながら、 左に回り元の位置に戻る同様に思考を踏み、左右の手を入れ替えて、同様に右に一回り最後に同様の思考を踏み、両手で相手の肩を抱き同様に左に一回りして、元の位置へ戻り、両手を腰に当てて、左右に一礼して終える相撲を終えた両人は、石段の上に置いた刀を肩絹を巻いたまま両手に捧げ持ち、本殿前へ登って、それを拝殿へ収め、 引き続き境内祭下段に、刹那へた土俵で子供相撲が行われる。かつては、相撲の取り手は次に見る宮東番から、後藤とも呼ばれた、頭人が選ばれて務めており、相撲の後には、拝殿で、翌年の頭人を決めるくじ引きと幹を組み交わす、後藤渡しが行われたが、現在では、宮東番とは関係なくほぼ決まった人物が行っている。熱相撲は、 勝負を決するものでなく、土俵も行事もない特殊な相撲となっており、これは土地の悪霊を鎮めるとともに、作物の実りを感謝する神事、あるいは呪術的な相撲神事と見られ、平安時代に宮中で行われた相撲設置への流れを組む現行の相撲の原型と申され、養父の熱邸相撲という名称で、平成15年2月20日に国の 記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財に選択され、翌16年3月9日には、兵庫県の無形民族文化財に指定にされている。なお、現行課では、勝負を決する形ではないが、かつては最後に肩を組んで左右に回った後に、元の位置へ正確に戻った方を勝ちとしたようで、そこからこれは、作物の豊境を占ったり、 ブラックとして何らかの決定をなす等の二者択一の選択を行う必要が生じた場合に代表者を選んで勝負をさせ、その結果をもって真意を伺った制約に期限を持つものではないかとも説かれる。それによると、この相撲で拳を突き出すのはじゃんけんで、愛子で勝負がつかない時に肩を組んで回る勝負となったもので、土俵がないのはそのため、また行事がいないのは慣習によって、 容易に判定が下されたためではないかという。また、熱底は、日手相撲、寝た、エス相撲の天下とも言われ、当地法で繰り返すことを、熱手と呼ぶために思考を何度も繰り返すことに、由来するとも、寝るような相撲に由来するとも言われる。現在神社の管理は、宇治こ学校10組に分け、各組が1年交代で神社の掃除や、祭典の新鮮準備、熱底相撲の世話等を行い、 これを宮東番と称している。かつては水谷港という公が組まれて、公員の中から宮東番が選ばれ、宮東番は神社の有する宮田七瀬を工作して、祭りの費用の一部に充てていた。本殿は一軒者流れ作り板葺きで、生息面の三方に義母子港乱付きの縁を巡らし、正面に設けた商談開花に浜へを貼る。 規模は小さいものの大屋内にあるために保存状態は良好。牧書名から宝永7年の建造物であることが分かり、細部の彫刻に独特の作風が見られる。その大屋は、切妻作り平入り河原武で、同じく、切妻作り川原武器で、妻入りの廃殿6月17日建造が接する。境内祭下段に立つ、公民館はかつて日町のための津屋等も行われた。 毎道を改築したもの。本殿左手に三柱神社と和神社が、右手に山の口神社と八柱神社が鎮座する。和神社は、大正2年に、奥米寺屋座タワから境内へ、千歩こらされたもので、三柱神社は、寺古堂から、三柱神社は、地井の口から、千歩こらされた。熱定相撲に関するカテゴリー。ありがとうございます。